武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、まあ、文系と理系でそれぞれあり、文系、まあ、理工学部以外ですね、に関しては60分で大問3題の出題となっており、理工学部は90分で大問4題の出題となっています。いずれも記述形式になっているという点が特徴ですね。で、まあ、記述形式でさらに出てくる範囲もやはり記述を生かしたような形、要は証明問題とか図を書く問題、図形問題などですね、まあ、グラフ、証明、図形ですね、このあたりの要は国立だったりの二次試験なんかでもよく出てくるような範囲、が出題されやすくなっています。で、問題そのものの難易度は基礎ですね、本当に日大レベルの参考書をやっていれば十分対応できます。ただ結局記述の練習を普段からしているかどうかっていう点で、センターなどとは傾向が違う点が重要です。結局ここの対策をちゃんとやっておかないと、要はその回答がちゃんと記述で書けるかなっていうところも含めてですね、このあたりを意識してやっておくように心がけておきましょう。で、時間に関しては、まあ、十分対応できるだけの時間はありますし、問題そのものが基礎の分、その時間がかからない問題に関しては本当にすぐ終わってしまうものも、ありますので、確実にちゃんと解けるように、しておくことが、重要です。で、まあ、あくまでも他人に見てもらう回答になりますので、自分から見てわかるかどうかじゃなく、そのちゃんと条件などですね、人から見てわかる回答になるように意識して、練習しておきましょう。以上が数学の勉強となります。